やっぱりここにいたんだね。あ、ルビーちゃん、もしかしてお昼休みもう終わりづら？ううん、まだもう少しあるよ。はい、これ次の移動教室の教科書とノートね。よしこちゃんが持って行ってあげてって。ありがとうずら。これで急いで教室に戻らなくても大丈夫だね。助かるずら。あとでよしこちゃんにもお礼を言わないと。本を読み始めると時間を忘れちゃうよね。ルビーも読書が好きだから、よくお姉ちゃんにもう寝る時間ですよって言われるんだ。ダイヤさんは本当にルビーちゃん思いずらね。マルはお姉さんがいないから気がつくと朝だったってことがあるずら。それだけ夢中になって本の世界に入り込めるのすごいと思うな。みんなにもこの楽しさが伝わるといいね。うん、みんなにアイディアをもらった読書喫茶で本の魅力を伝えようね。あ、早速だけどこのダイナーの写真はどうかな。あ、かわいい。ハンバーガーとポテトにクリームソーダの組み合わせも見ていて楽しいね。ダイナーってレストランとは違うの？日本語で言うと食堂みたいな訳になるんだって。メニューも軽食が中心だから気軽に行ける飲食店って感じがイメージしやすいかも。ちょっとレトロでポップな感じがとっても可愛いね。壁や床がカラフルでネオンがピカピカしてるのも素敵だな。あ、制服も可愛い。この赤やピンクの制服はとっても可愛いから、きっとルビーちゃんに似合うずら。ありがとう花丸ちゃん。ビビットなカラーの制服って見てるだけでも元気が出るよね。着てみたいな。あ、作ってみようかな。大賛成じゃん。どのデザインもとっても可愛いものばかりだから、ダイナーの制服でファッションショーも楽しそうだよね。それいいかも。さすがに今回の読書喫茶にはあんま似合わないけど、今度はやってみるね。楽しみにしてるぜや。マルも手伝うね、ルビーちゃん。それと肝心のテーブルコーディネートだけど、この床とテーブルをイメージしてランチョンマットとお皿を揃えるのはどうかな。さすがルビーちゃん、マルの中にもイメージがバッチリ浮かんだずら。こういうイメージを形にするのって衣装作りとちょっと似てるからとっても楽しいんだ。コーディネートを変えたら雰囲気が違うのも表現できるから、選ぶ楽しさもあるよね。マルもダイナーにぴったりのイメージの本を選ぶずら。ルビーも今ある候補と似たような本がないかいろいろ探してみるね。よろしくずら。マルは本を探しているとついつい読みふけってしまうから大助かりずら。本を読んでる花丸ちゃんはすっごく楽しそうだから、ルビーもそっとしちゃうんだよね。一緒にたくさん選んでいこうね。こういう時図書室に泊まれたらいいのにな。そうだ、この前図書室の展示の参考になるかなっていろいろ調べていたら、本に囲まれて泊まれるところを見つけたんだ。これなんだけど。あー、本に囲まれて眠れるなんて夢の空間ずら。マルの夢の書斎もこんな風にしてみたい。一緒に行こうね。あ、お昼休みが終わっちゃう。続きはまた放課後だね。みんなのおかげで読書喫茶の宣伝もバッチリだし、学校のみんなが集まってくれたらいいよね。頑張るビーツら。うん、一緒に頑張るビーしようね、花丸ちゃん。